今日もリハビリ頑張りました。それではアハキとは何かについて説明します。アンママッサージのアハリキュの頭文字を取ってアハキと言います。これは昭和22年1947年公布された法律で、免許制度になっています。まあ、アンママッサージ、指圧、まあ、鍼灸です。それを登録制度になってて、まあ、訪問もありますけれども、まあ、接骨院の場合アンママッサージの方おられますので、その資格を持った人で、まあ、リハビリをお願いすると。でその場合は医療保険になりますので、お医者様の同意書のもとに医療保険でやってもらうことになります。そのあたりはまた次回詳しく説明します。でその他はまあ柔接、まあ、柔道整復師、柔服という人もいますけれども、まあ、あります。これも国家試験で、まあ、骨とか関節、筋肉、脱臼、打撲、そこら辺の復旧であります。で、訪問リハビリの場合っていうのは、通常はこっち使うと思うんですけど、これちょっと読みますね。自宅でリハビリする場合は訪問リハビリを利用します。訪問リハビリステーションとは、病院、まあ、回復期の病院とか診療所とか介護老人保険、まあ、6件ですねの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、これは私も書いてましたね、 PTOTST になるを利用者の自宅へ訪問し、心理の機能の維持回復、日常生活の自立を支援するために理学療法士、作業療法士等のリハビリステーションを行うサービス。まあ、簡単に言うと自宅に派遣して、まあ、理学療法士の場合は歩き中心ですけど、簡単なストレッチから、まあ、リハビリなんです。でもその私が言ってそれだけではちょっともう治らないんで、まあこういう鍼灸の持ってる資格、まあ、今持ってる先生は鍼灸と柔接と、まあ、理学療法士と7つぐらい資格持ってるんですけど、そういう資格を持ってる先生はまあ要は補正って言ってる、まあ筋肉とかそういう可動域を直すと同時に歩行とか、まあ、スクワットみたいなやつを直していく、要は両方から直していくということですね。でちょっとすいません、変えますね。で薬なんですけれども、まあ、どういうやつを飲んでるかというと、まあ、血栓を溶かすためのルクシアナ、これですね。これで血栓溶かします。それからランソプラゾールかな。これは薬飲むとどうしても胃がただれてきますので、胃のただれを治す薬ですね。今の頃私がこういうの飲んでるっていうだけですよ。でメインテート、これは要は脈の乱れを抑える。まあもう一つこのニコラミデルっていうのがあるんですけど、これです。まあ、これも飲んでる。であと
こいつですね。アプリノール、これは尿酸、まあ痛風出てきますので、年取ってるおじいちゃんはこれで抑えるという感じです。で、一番大切なのはあのこれです。血圧が高いのでオルメテックの 40mg、 これは 10mg、 20mg とありますけど、一応 40mg で、あのまあまあ、こういうの薬を飲みながら後遺症に備えてる。で、まあ脳梗塞っていうのは生活習慣病がありますので、まあここにあるように高血圧、肥満とか糖尿病です。糖尿病は怖いですからね、もう手足の切断になりますので、後年をクリアしないといけない。で、あとまあ、心原性の場合ですけど、これは左から血が出て戻って右に戻る、この繰り返しなんで、このまあ血の循環が良くないんで、まあ最悪ダメの場合はカテーテルで焼き切って治す必要があるんですけど、まあ大変ですよね、心原性の場合です。で、ここに TPA ってあります。これはあの救急車で運ばれた場合、私も書いてますけども、まあ数時間、5、6時間の間で対処で、要はこうですね、こういうふうに血栓で止まってる血管を TPA に入れると、まあ溶けて、アドゥクラードですか、なんか、あ、こうですね、アルテプラーゼ、まあ血栓が溶けますので脳梗塞が治ると。まあここに注目するデータがあるんですが、まあもう脳梗塞になったらしょうがないんで、もうリハビリで根拠5年10年のスパンで治さないといけないんですけど、脳梗塞が再発するのがこうですね、ラクナ梗塞とアテロームと心原性脳梗塞、心原性脳梗塞の 70% 以上、こうずーっと10年の間再生してるね。だからもう気をつけないと、もうむちゃくちゃ危ない。で、まあそのためには高血圧を抑える薬ですね。で、糖尿病の場合はインシュリンかな。これはもう脳梗塞よりも手足の切断になるんで、まあ指とか手とか残したいわっていう人はあれですよね、あのまあ糖尿病にならないようにしてください。これアルファリンですけど、これはあのルクシアナっていうのをやったように、このワルファリンと納豆はバッティングするからダメなんですね。納豆の場合、納豆キナーゼで血栓を溶かす作用がありますけど、でダメなんで、まあ、ルクシアナを飲んでる。まあ何回かにわたってこう説明しますので、ここに大事なことが書いてある。脳卒中克服実家状、ちょっと読みますね。その1、生活習慣、自己管理防ぐあなたの脳卒中、もういろいろ解説しますよね、のホームページで読んでくださいね。学ぶ、知る、学ぶ、再発防止、道しるべ、私も書いておきましたので、しっかり読んでくださいよ。服薬、血圧の薬などはちゃんとやめないで、あなたを守るその薬、これが飲まないと命取りになるんですよ。しっかり飲んでくださいね。かかりつけ医、お医者様4番目、迷ったらすぐに相談、かかりつけ、お医者さんのところ飛んでくんですよ。肺炎はちょっと知らないな、注射持ってないんで。リハビリ、これ大事ですね。死ぬまでやるんですよ、リハビリ。コツコツ一歩ずつね、根気よくしましょうね。社会参加、社会との
絆忘れて外に出て、これは全然やってませんね。後遺症、後遺症も絶対残るんで、ささやい国技症、後遺症、まあそんな甘ったるいもんじゃないかもな。社会福祉制度、一人じゃない福祉制度の活用、まあ活用してるのは介護保険とかそういうやつですね。再発時対応、これ大切ね。2回3回脳梗塞やりませんって、今度は太い血管が切れますので、救急車すぐに呼んで、まあ行かないと死にますよね。1回目ではないですからね。まあもう脳梗塞になってる人はもう再発最優先防止、気をつけてくださいね。お互いに再発に防止に努めましょう。終わります。